の食事摂取基準というものを厚労省が出してまして、単なる目安であってあなたにとっての必要カロリーではないということなんですね。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も YouTube にコメントいただいたご質問にお答えしていきます。それでは記事お願いします。では早速一つ目、コメント読み上げます。ここで質問してもよいでしょうか。いいよ。食べ始めるとどんどん食べれちゃうけど、食べ始めなければ食べなくてもいいかもという時、無理に食べなくてもいいでしょうか。例えば平日は3食食べてるけど、土日はお昼そんなにお腹空かなくて、スキップすれば痩せるチャンスかもと思ってしまいます。食べれるならちゃんと食べた方がいいというのが鉄則なのですか、というコメントをいただきました。ありがとうございます。鉄則というほどのなんかこうね、ガチッとした絶対よっていうことは全然ないんですけども、食べれるなら食べた方がいいですかって言われたらイエスです。無理に食べる必要は全くないです。スキップしたら痩せるチャンスかもっていうのは間違いです。痩せません。それでは一回食事抜いたぐらいで痩せたら困んないよって、誰も悩んでないよっていう感じですね。むしろ食事を抜くっていうことがやっぱちょこちょこあると、自律神経が乱れたりですとか、エネルギー消費の代謝が悪くなったりとかっていうデメリットの方が多いよっていうことを知っておいてほしいんですね。まあ、食事っていうのはエネルギーや栄養を取るタイミングでもありますが、自律神経を整える、胃腸を動かすエクササイズ、あとエネルギースイッチを入れるっていう観点もありますね。いろいろね、体の機能を活性化するのが食事だっていう風に捉えていただくと、食事を抜くのは体の機能を落としてしまう、もったいないことだっていう風に逆に切り替えて発想してみていただけたらなって思うんですよね。食事をスキップしたら痩せるチャンスっていうのと逆逆っていう感じではありますので、まあ、そう考えた時に食べれるなら食べようっていう選択をしていただくのがおすすめですよっていうことなんです。でも逆に食欲ない、食べたくないっていう時に、いや何としてもこれは食べなきゃいけないっていうほどではないので、もうそういう時はまあいっかっていう日もあったって全然 OK ですね。私もお休みの日とかでグダグダしてたら、なんか時間が過ぎちゃってなんか食事のタイミング逃したなとか、何かやってて大掃除とか夢中にやってたら、あもうこんな時間、お昼の時間だいぶ過ぎちゃったわみたいなことはよくありますので、でもですね、私の場合、例えばお昼の時間だいぶ過ぎてなんか昼逃したなみたいなことになっても、遅くなっても昼食べるんですよね。向かない。ただ夜の時間が近くなると、まあ、夜まであとどのぐらいかな、夜何時食べようかなっていうのをイメージして、そこに向けて夜の食事までにお腹が空くぐらいの軽いものにするとか、量を調節するとか、まあ、軽食で済ませるとかっていう選択はするんですけども、やっぱ、ね、体がエネルギー入ってこない時間が長い、あと内臓を動かさない時間が長いっていうこの状態を早めに止めた方がいいなっていう、そんなご提案なんです。鉄則ではないけど、もったいないからやった方がいいんじゃないっていう、そんな感じで捉えていただけたらいいかなと思います。この方、食べ始めるとどんどん食べれちゃうけどって最初コメントにあるんですけど、はい、ここちょっと気になるところですかね。そうですね、その理由は多分その前に食べてない時間が長かったか、またはその日じゃなくてもその前日とか、まあ、1週間ぐらいの、ね、スパンで食事抜いてるとこがちょこちょこあったりとかっていうことがあるんじゃないかなっていう気がするんです。コンスタントに3食を食べる習慣ができていると、で、ね、多少時間がずれても食べようっていうふうに選択をしている人だと、そうやってね、際限なく食べれちゃうっていうことはあまり起こらないんですよ。体ってやっぱ栄養が入ってこない、エネルギーが来ないっていうのが危機感ですね。エネルギーが来ないと生きていけないですから、体大変だって危機感を覚えるわけですよ。その危機感をしょっちゅう体に与えていると、入ってくるとき、食べるとき食べなきゃっていう守りモードというか、生きるための本能が発動しちゃうっていう感じなんですね。ですので、いつもちゃんと食事は
入ってくるよ、エネルギーはいつも来るから安心してね、大丈夫だよっていう環境を与えてあげていると、もうそうやって食べ始めたら止まんないとか食べ過ぎちゃうとかっていうことがあまり起こらないです。それでも起こるときはなんかね、すごいストレスを感じていて、なんか発散したいとか何か違う要素があるんですけど、だからやっぱストレスが強いとか、やりたいことがやれてないとか、なんか悲しいことがあったとか、何かやっぱメンタルの方に影響することが起こった時も、まあ、そういうどか食いというかね、止まんなくなっちゃうみたいなことは起こるんですけども、まあ、どっちかかなと思うんですが、質問の後半のところを読んだ時に、あ、なんかちょこちょこそうやってね、痩せれるかもしれないからスキップしようっていう発想でやってらっしゃるのかなって私は感じたんで、まあ、そこかなって、はい、いうとこですね。あとはまあ動画で、あの1日3食食べる方がいいのかみたいなことについて過去に解説しているのがありますので、はい、それもちょっとぜひ見ていただくと参考になるかもしれないですね。そうですね、あの、まあ、食事を抜かないで3食食べるのがいいよっていうところを再生リストにしているので、まあ、その辺の再生リスト概要欄に貼っておくんで見てみていただけたらと思います。まあ、こんな素朴な疑問とか、こんなこと起こってるけどなんだろうっていうところ、よかったらコメント欄で皆さんもご質問いただけたら、だいたい体に起こってることっていうのは体の機能を知っていると、あ、ここが原因じゃないかな、メカニズム、必ずと言っていいほど原因があって体からのメッセージが来ているっていうふうに見ていただくと、ちょっとね、解決策が見えてくるかなと思いますので、何かあったらコメント欄に質問をしてください。2つ目のコメントに移らさせていただきます、はい、いつも皆さんの素朴な質問に対するゆきお先生の回答が、素朴な質問こそ深い原因があるんだなととても参考になります。質問です。1日のカロリーは医師会が出しているカロリー目安に基準を合わせるのが良いのか、お腹の空腹具合に合わせるべきか、標準カロリーを超えることが怖くてお腹が満たされていなくてもカロリーに合わせた食事をしがちですというコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。医師会が出しているカロリー標準があるんですか？そこはちょっと私知らないんですけども、あの日本人の食事摂取基準というものを厚労省が出してまして、まあ、日本人を対象にしたエビデンスの研究から、まあ、このぐらいの推奨カロリー、摂取カロリーとか各栄養素の摂取基準っていうのが決められていて、まあ、私たち栄養士はそれをもとにいろいろ食事の献立を作ったりとかっていうのをする、まあ、一番 この栄養の、基準になっているもの、日本人の食事摂取基準というのがあります。これは5年に1回最新版に改定されていまして、今最新が2020年版になります。医師会なんかは多分そこを引用されてるんじゃないかなと思うんですね。医師会としては栄養の研究ってしてないですから、まあ、その食事摂取基準に基づくと、まあ、年齢とか体格とか活動量によってカロリーの目安っていうのがあるんですね。この数字守んないとダメだっていうふうに、こうなんかすごくこうきっちり考えてらっしゃる方が多いんですが、それは違います。単なる目安であって、あなたにとっての必要カロリーではないということなんですね。これはちょっとね、グラフを見ていただくと分かるかなと思うんですが、まあ、年齢ごとのカロリーの基準とかって、ね、標準値っていうの出てるとこの数字がどういう決め方をされてるかっていうのを見ていただきたいんですよね。まあ、これって、まあ、統計から求めている数字なんですけど、つまりちょっと言い換えると平均値って考えていただくといいかもしれないです。で、平均値っていうのはその数字ど真ん中の人っていっぱいいるわけではなく、それよりも少ない人、小さい人と多い人、大きい人がいるっていう、その山の中の中心の数字ですね。例えば日本人の女性の平均身長は160センチですって言われたら、じゃあ日本人女性みんなが160センチかっていうとそうではないですよね。160の人もいるけど、どっちかっていうと160の人の方が少なくないですか？
160よりも小柄な人がいっぱいいて、160よりも大きい、ね、背の高い方がいっぱいいてという全体ですね。ですので自分がその中のどこに当てはまるのかっていうのはわからないわけです。そのカロリーを守ってたら自分にいい数字なのかっていうと、それは全然違うっていうのはご理解いただけるかな。まず自分が本当に必要なカロリー量がいくつなのか、何キロカロリーなのかっていうのは、まあ、いろんなこうアプリで、ね、カロリー計算のとかありますけど全然当てにならないですよ。もしかしたら自分に必要なカロリーはその数字で多いケースもあるし、逆に言うと少ないケースもあります。その数字が自分にとって多い場合はやっぱりね、ちゃんとカロリー内に守ってるのになんかうまくいかないなっていうこともありますし、逆に足りない場合もうまくいかないんですよ。やっぱ代謝が上がらないですから、エネルギーが必要な量よりも少ないっていうのは代謝が下がりやすいんですね。そうするとやっぱり体調であるとか、まあ、ダイエットなんかも意外とうまくいかないっていうことが起こってきます。でもう一つ言うと、同じ人でも日によって必要カロリーはかなり違いがあります。なんか今日は元気で体調いいぞっていう日と、なんか今日どんよりしててイメージだなっていう日、これだけでね、体の消費するカロリー、エネルギー量は変わってきます。日によってお腹の空き具合って違いますよね。今日はなんか食欲あってすごいお腹空くぞっていう日はエネルギーの消費も多くて胃腸も元気に動いて消化力も高いので、そういう日はしっかり食べても太りにくい日、逆になんか胃の調子もね、あんまりこうもたれ気味で動きも悪いし、あんまり食欲ないなっていう日はやっぱり消費も少ないし消化吸収もうまくいきにくいから、そういう日はあんまりたくさん食べない方がいい日。食べない方がいいわけじゃなく、量は抑えめにお腹の具合に合わせてあげるっていうのが大事になりますね。あ、だからやっぱりアプリで食事の記録きっちりつけて、アプリだとこうね、あなたのカロリーオーバーです足りませんみたいなのがすごくはっきり出るから、私のカロリーこれなんだみたいに決めてしまってる人が結構多いなって思うんですけど、ここを守ることよりも体調に合わせる、お腹具合に合わせることの方がうまくいきますので、つまりカロリー計算いらないよってことなんですよ。自分の体を観察し、体調を観察し、あ、今日はこのぐらいだなっていう心が満たされるところ、まあ、自分が実際何キロカロリー食べたらいいのかっていうのは誰にも分かんないです。自分にも分かんないです。でもこの感覚に合わせて食べるっていうのはちょっとこう観察をしてちょっと意識していけばできるようになります。でそうすると本当に計算も何にもいらないから、で体調に合わせて変えられるっていうのが実践的なんじゃないかなというふうには思います。そういう意味だと、この方がおっしゃっているお腹の空腹具合に合わせるべきかっていうのは、それが正解ですってことですね。そうなんです、それがおすすめです。あとまあこの標準カロリーっていうものを一回ちょっとまあ気にしない、はい、標準に合わせて、自分をそこに合わせるんじゃなく食事を合わせてっていう感じもうそんなこうモデル体型みたいな枠にはまんないから、人それぞれみんな違うし体の機能も違うし、本当にこう体調は日によって波がありますので、この波が高くてこう元気な時はそこに合わせていっぱい食べればもっと元気になるっていう感じ、体は欲しがってたら喜ぶ、オッケーって感じだけど、その時に控えなきゃ、食べ過ぎたから痩せなきゃってやると欲しいのにもらえないっていうと体にとってはちょっと残念な、頑張ろうと思ったのに頑張れないっていう感じになるので、そこのところをちょっとね、自分の体が一番喜ぶ状態を作るっていうのは自分にしかできないと思うんですね。またそのカロリーを何で取るのかっていった観点もやっぱり大事ですよね。そうですね、カロリーの大きさの割に満足度が高い食材っていうのがご飯、お米なので、ここを主体にしていただくと意外としっかり満足感ある食事をしているのに摂取カロリーはそんなにオーバーしないという風になっていきます。ご飯は満足度が高いから安心して食べてみて、まあ、このね、数字で
何グラムなのかとか、このぐらいなのかって示された方が分かりやすいっていうのもすごくよく分かるんですね。実際何グラム食べたらいいですかっていうご質問もよくいただくんですけれども、普段食べてないとどんどん食べられなくなって、一応機能落ちて食事少なくなっていくし、よく食べてると体はどんどん頑張ってくれて食べれるようになっていくしっていう風に、その人の状態とかによっても変わってきますので、なかなかこう具体的な数字でこれってバンって示せないっていうところは、ね、ご理解いただけたらなというふうには思います。で、その食べてみた体の反応を見ながら調整するっていうこの感覚を練習していくと、すごくね、体も変わっていきますので、やってみていただきたいです。お米生活の実践って分かりにくいなんて言われたりするところもあるんですが、考え方を身につけていただくと、実はなんで簡単で楽なんだっていう風になっていただけると思います。そんなお米生活より知りたいという方は、ぜひ公式 LINE 登録してみてください。特典もいろいろご用意しております。一緒に実践する企画なんかも考えておりますので、よかったら概要欄のリンクから登録してみてください。この動画が良かった、面白かったっていう方は、高評価ボタン押していただけるととっても嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。今週は3連休ですね。ああ、そうですね、週末ね。ご予定とかこの3連休は何かあったりするんですか？今週末はですね、はい、山に行こうと思っています。私は月1山デーというのを設けてまして、山活動を、はい、友達とやってまして、登った後に温泉に入ってみんなでビールを飲むっていう、ここが終着点としてやっている山活動ですね。どのあたり登りに行かれるんですか？冬場は高い山に行くと雪があって危ないので、はい、この関東近県の、はい、低山で山リーダーがおりまして、候補いくつか持ってて、明日のこの天気だったらここ行こうっていうふうに、はい、前日に指令が来るんですね。山に登るのは運動と思ってるよりも、まあ、やっぱ普段仕事しているとパソコンに向かってる時間、スマホを見てる時間、とにかく長いですよね。ある意味デジタルデトックス、左脳をあんまり使わず感性でブワッと脳を休めるのと、例えば東京にいるからね、自然の中に行くっていうのがもう気持ちいいですね。呼吸の深さも変わるし、余計なものを吐き出してデトックスして、最後温泉でまたこうデトックスして、最後はビールでチャージして帰ってくる。ああ楽しかったねって言って帰ってくるっていう山活動をやっております。晴れるといいですねはい、そういう、まあ、アクティビティの時に、まあ、蛍光食ってあるじゃないですか、はい、おすすめのものとかって。もちろんおにぎりですおむすび、まあ、その日によって参加メンバーの人数が変わるんですけども、参加するメンバーの全員分のおむすびを結んで、今日のおむすびはこれだよって言って持ってきます。全員分ですか？はい、すごいですね。え、なんか1人どんぐらい、はい、自分の分はですね、朝から間の行動食も入れると全部で5個か6個おにぎり食べるんですけども。1人で5個か6個食べるんですか？私ね、はい1つどのぐらいの大きさなんですか？もう普通の一般的な 100g ちょっとぐらいな感じですかね。相当ですね。はい、すごい。みんなの分はお昼に1個ずつ配給する感じ。人数少ない時は2個あるよっていう日もあります。プラス他にもいろいろみんなでなんかシェアしてもらったりもするので。そうですよね、はい、他も食べています。そういう時はまんま胃腸休めるとかってそんなに考えなくていいんですか？もうおにぎり食がいいからね。あ、なるほど。うん、それ以上に消費するから、山おにぎり活動と言ってもいい感じですね、うん、はい